軽くひねって今川の尾張のうつけが相手とて手加減無用ぞ。半分なきまでに踏みつぶしてやれ。おじさまの怖さを思い知らせてやるのよ。天霊、桶狭間山にて敵への影ありとのこと。山より田楽狭間への奇襲を企てておる。ならば迎え撃つための布陣を整えねばな。今川の将たる者、堂々たる戦をせよ。夢夢、敵に背を向け逃げ出してはならぬぞ。敵の奇襲に備え守りを固めておく。田楽狭間に二打を運び入れよ。ありゃ今川勢の二度隊か。よっしゃ奪ったれ。うすっと目が返り討ちにしてくれん。抑えた砦を用いて敵を迎え撃つ支度をしておくがよ。鷲津砦と丸根砦が今川の手に落ちたか。こりゃかなわ。みんな逃げるぞ。開門。織田勢は尻尾を巻いて逃げ出しおったが、桶狭間への道は開いた。山に潜む敵の影とやらを確かめに迷おうぞ。敵が引いた今が好機。全勝寺砦も攻め落としてしまえ。砦の守りは薄いようだ。さしたる手間はかかるまい。やはり桶狭間山に敵が潜んでおったか。狙いは奇襲である。早々に潰してくれるわ。余計なことを言ったせいで吉本校には微塵も油断がない。このままでは兄上が。されど今川の将として尽くさば徳川もワンタン。この世の中腹をくくられよ。だよな。こうなりゃ俺たちの力で吉本様を天下人に押し上げてやろうぜ。まずは上々の戦果。この勢いのまま織田の羽虫どもを蹴散らしてやるがよい。敵は桶狭間山に気を取られているようだな。狙い通りだ。皆の者かかれ。くらいなさい。な、敵襲だと。開門。ようやく尾張のうつけのお出ましか。わらわらと鬱陶しい。湧いた虫を踏みつぶし苦戦している者を助けてやるがよ。何、こんなところにも敵の伏兵だと。あちこちから敵が現れおる。利家殿、織田に敵することは不本意ながら吉本公儀の言い立て未だならず。ごちゃごちゃうるせえな。寝返らねえならぶっ飛ばすが。どうすんだ。
今は寝返ることはできません。お相手願います。親しい相手と戦うのは辛いわよね。義理堅い家康ならなおさらだけど、この戦を乗り越えれば徳川の未来は明るい。頑張るのよ家康。采配を振るっていたあの者ら、速やかに討ち取るがよい。ヒューカ、刀の錆にしてやるわ。さっさ様も池田様も引いちまったぞ。俺たちはどうすりゃいいんだ。落ち着かせろ。浮き足立てば吉本の思うつぼだぞ。お相手いたす。懲らしめてあげる。天下無双の瀬名姫様とは私のことよ。道が開けたわ。みんな先を急ぐのよ。無知尻。敵が東西に広がった今が好機。全軍撃ってだよ。ここからが本当の勝負というわけね。よっしゃ、もう一暴れしてやるぜ。これほどの兵を隠していたとはもう、カムシがいくら湧こうと踏み散らすのみよ。兄上が本気なら我らも本気で応えるのみ。押して参る。くらいなさい家康たち。もう大丈夫みたいね。別に心配してたわけじゃないけど。打ち尻。打ち尻。打ち尻。相手ではなかったか。瀬名様のなんと勇ましいことよ。おいらじゃ相手に不足か。懲らしめてあげる。骨がないわよね。次よ次。悔しいな、ここまでか。ぶつけごときがいかに手を尽くそうとも世には勝てぬ。それが乱世の断りよ。もはや残された道はただ一つ。手で吉本を撃つ。開門。ぶつけめ、出てきおったか。皆の者、あの不届き者を討ち取れ。ここが正念場だ。動ける者は皆敵陣に突っ込め。くらいなさい。虫けらが何匹群がろうが、今川は微塵も揺るがぬわ。おれ、余が直々に引導を渡してやろう。まだだ。こんなところで終わってたまるか。切りなさい。懲らしめてあげる。あがきを、いや、急速に噛まれたくなく気を抜かず攻め立てよう。今川義元、やはり超えられぬ壁だったか。討ち死に。
ぶつけにしては上々の戦ぶりであったが、所詮世の敵ではなかったの。ええ、さすがおじさまですわ。これで天下への道も開けましたわね。兄上、申し訳ございません。